はい、皆さんおはようございます。大谷さんです。今日はですね、10月の15日土曜日、そうですね、バンダイさんの新作フィギュアライズスタンダードのね、機動戦士ガンダム彗星の魔女よりスレッタ・マーキュリーちゃんのね、発売日でしたね。というわけでね、僕も今日朝からね、お店に並んできて、結構並んだんですよね。30人から40人ぐらい並んだと思うんですけども、もうね、なんとか僕15番ぐらいかな、並べたんで、まあ、多分ね、買えるかな、もっと前かな、10番くらいかなで並んだんで買えるかなと思ったんですけども、ですね、開店5分くらい前に店員さんがね、来て、すいません、スレッタちゃん3つしかないですって言われて、3つって言われて、もう買えないじゃんと思ったんですけども、今から抽選を始めますってなって、その並んでる人で、その3個をねかけて抽選をね、まあ、やるっていう感じで、単純計算でね、40分の3っていうと結構確率低いじゃないですか。もう 10% 切ってるぐらい、これはちょっとね、マジで当たるか分かんないと思ったんですけども、やっぱね、そこは剛腕でね、あとは愛で、そう、引いてきました、スレッタ・マーキュリーちゃん。というわけで今日はね、こちらバンダイさんの新作スレッタ・マーキュリーちゃん買ってきました。買えることができましたんで、これをね、早速作っていこうと思います。やったね、嬉しい、買えてよかったな。じゃあそんなわけでね、早速このスレッタちゃんね、開けていきましょう。もうね、パッケージからとても可愛らしいですね。白を基調としたデザインで、とてもね、イラストも可愛らしくて清潔感あって美しいと思います。で、箱側面見ると、あ、今回もですね、3種類ね、フェイスパーツが付属してるんですけども、1種類がいつも通りね、印刷済みで、残りの2種類がね、デカールになるのかな。あとね、全身の色分けとかはどうでしょう。ちょっとね、パーツ分割とかは今から開けてみていきましょうか。で、早速開封です。あ、こんな感じなんですね。まあ、フィギュアライズブランドなんで、そんなにあの、パーツ数も多くないですね。割とサクッと組めそうですね。で、ランナー数はちょっとあの、なんかちょっとよく見えないんですけども、あ、色分け的にはすごい、服のさ、この、ホワイトと黒の部分はちゃんとパーツ分割されてるんですね。全身の黄色のラインはどうでしょう。パーツというかシール見ると、あ、シール的に、あ、全身のこのエングレービングっていうのかな、模様は、黄色の部分ですね。これはシールで、色分けする感じなのかな。ね、表情はこんな感じで、付属のやつめっちゃ可愛いですね。もうスレッチしたって感じで。ね、ほんとイメージ通り、もうこれはね、早く組み立ててあげたい。全身のね、プロポーションとか気になりますね。いや、もうほんとにここ変えてよかったな。もう早く作ってあげよう。今から開けてね。もうはい、そういうことなんですよ。3個は当たらんよ。3個当たらん。さすがにね、あの、引けなかったです。まず3個ってのがびっくりしましたね。久しぶりにあのね、エアリアルとかは本当に、僕田舎の方なんですけどもね、本当に40個50個単位で入っていて、で、前回お話したと思うんですけども、あ、こんなね、ちょっとギリギリかなと思ったんですけども、買えたっていうぐらい結構入っていて、で、今回はね、結構注目商品なんでね、で、新作アニメの主人公機なんで、主人公の女の子なんで、あの、結構入ってるかなと思ってね、まあ10個ぐらいはあるかなと思ってね、早めに行ったんですけども、いや、まさかの3個で抽選。こんだけね、あの、もう少ないと多分全国的に流通数も少ないんじゃないかなと思っております。というわけで、一応ね、今から別のお店もちょっと見てこようと思うんだけども、もうね、開店からどう30分ぐらい経っちゃってるから、多分もう売ってないんじゃないかな。ね、自走オープンのお店もないし。というわけでね、非常に残念ですが、スレッタ・マーキュリーちゃんは今回諦めます。二次再販分を来月だっけ、ちょっと忘れましたけど、そっちをね、待とうと思います。というわけでね、買えた皆様本当におめでとうございます。今回はかなりね、きつかったんじゃないかなと。その中でね、勝ち取った方々本当にね、おめでとうございます。というわけでね、僕の代わりにスレッタ・マーキュリーちゃんもね、作って可愛がってあげてください。ぜひね、感想などをね、聞かせてください。もうそれだけを楽しみに、この週末は生きようと思います。はい、じゃあそんな感じで、さようなら、バイバイ。